毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹之内の助ね、竹内睦弘です。今日もチャンネルむっちゃん、見てくれてありがとう。今日は1月30日です。鳥が鳴いてますね。いい感じです。30日鳥が大量に鳴いてます。一体何が起こった日かというと、将軍徳川家斉が死んだ日です。ちなみにこの人、側室が40人いるんです。子供が40人じゃないんです。側室が40人なんですよ。その40人で産んだ数は100何人いますよ。それを各大名家に養子とか養女にして、もう全然送り込んだんですよ。全然養子とか養女に送り込まれたからたまったもんじゃないですよ。将軍家の子供にが来るっていうことで、前田家はもう特別に作りました。バンバン。ねえ、それ多分21条なんですけど、21条が前田家に嫁ぐとき、前田家の江戸屋敷ではドカーンと門作って、めでたいってことで赤い門にしました。これが東京大学の赤門です。東大の赤門は、この即日40人の家内の子供を、娘をが嫁ぐから、もう新しく作ったんですよ。これが東大の赤門なんですよ。ということです。まあ東京大学は国立大学なんで、一応中に入ることはできます。ですから私も東京大学卒ではありませんが、東京大学の中に入ったことがあります。東大の中に入ったことがあります。実は予備の時に、僕東京大学コースの講師だったので、生徒を連れて、東大に行ったことがあります。で、東大の赤門に手を触れろって全員に言って、お前たちはここに入るんだ、ここに入るんだよ、ここに入るんだって、もう洗脳してました。みんな東大に入ってくれました。多分予備校講師の中で一番東大に多く通した講師の一人ではあると思います。日本史ではここに入るんだって全員東大に連れて赤門を触らしたんです。そこまでやって、でも今の時代は大学は、学歴の時代ではなく実力とか人間の人間性とか重要だと思うんですよ。でも僕たちの時代はそこまでやるってことがあったんで、意外と東大赤門の手に触れた人間がやっぱりこうフィールドワークですか、そういう体験をしたらもうここに来たいって思うんですよ。もうここに来るしかないと、そう思うんです。それが東大赤門なんですが、それがもともと側室を奥さん40人いるっていう冗談じゃない状況の徳川家斉のせいなんですが、この方が没したのが1841年1月30日、今日なのです。僕も40人ぐらい側室でいたら嬉しいですね。無理です。ではまた明日。